一位の年輪年輪は通常温帯から寒帯の木の断面に生じる同心円状の模様で成長輪とも言う。成長輪のうち一年に一つずつ増加するものを年輪という。樹木は樹皮直下の形成層で細胞を作って成長する。それが輪状に見えるのは春季には幹の肥大成長が盛んで、夏季にはゆっくりになるためであり。 色の濃い部分は細胞壁が密に、色の薄い部分は細胞壁が粗になっている。細胞密度の違いが色の濃淡となって現れ年輪となる。熱帯雨輪のように気温や降水量の年角差が少ない地域の樹木には年輪がないことがあるが寒気と雨季があれば寒気には成長が休止するために成長輪が形成される。年輪を数えることで その木の樹齢を知ることができる。ただし、環境に対する応答は樹種によって異なるため、年輪の明瞭さや幅には違いがある。また、天候不順などによってできる場合もありにせ年輪という。その他年輪には大規模な干ばつや山火事、中外などの痕跡が残されていることがある。この痕跡と様々な記録を比較することにより、 その木の過去の生育環境を調査することができる。樹齢は樹木の中心から一番外側までの年輪数に相当する。切り株のように木口面が出ていれば比較的簡単に樹齢は求められる。流木の場合は成長水という器具を打ち込んで年輪を採取する。広く知られている俗説に北半球では南側から火が当たるため暖かい南側は 発育が盛んで年輪の芽が広く、北側は芽が詰まっているので、切り株があれば、大体の方位がわかるという説があるが、これは誤りである。実際は、例えば針葉樹が斜面に生えている場合に、木が谷川に傾かないように谷川がより盛んに成長するため、谷川の芽が広く山川の芽が詰まって、育つので方角はあまり関係しない。この時に谷川に形成される材を、 圧縮当て材と呼ぶ。また、紅葉樹では、針葉樹とは逆に山側に引っ張り当て剤が形成される。このように材の成長には、様々な要因が関係し、方角だけで決まるものではない。また、年輪を確認するためには、切り口が滑らかである必要があるが、自然な原因で木が倒れる場合、根本からひっくり返るか、へし折れるようになる場合が多く、 滑らかな面は作られないため、自然の森では、年輪の見られる切り株は滅多にない。昔、宮大工が寺や神社の柱を建てる際に生えていた木と同じ方向に合わせたことから、木には方角があるという漠然としたことから広まったとされている。産後、魚の鱗など、樹木以外にも同様な年輪模様ができる。木製部分から外側に追加する形で成長する。 物において、季節や時間によって、その成長が変化するものでは、そのようなものが見られる。産後等では、昼夜の成長にも差があるため、日輪が見られる例もあり、それらによって、古代の一年の日数が分かった、という例もある。ABCDEFGHIJ 坂本実る。木の年代を測る。国立歴史民族博物館。2019年11月20日閲覧。 ありがとうございます。